い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。では今回信長の野望天下創生続きをプレイしていきましょう。前回福知山城攻略戦ということで、福知山城無事攻略したんですが、その後の室町御所への攻略、これがですね、松永久秀の寝返りに成功したんですけど、逆に光秀に裏切られるというね、まあ、ちょっとなんとも虚しい結果になってしまったので、今回はそれをなんとか取り返しに行こうかなというところになります。で、お金、あとは兵糧、それなりにあるんで、今回はまあそのあたりではなくてですね、まあ、できれば合戦面を充実させていきたいなというふうに思ってます。で、配属でいうとですね、この福知城、ここ攻略の肝になるかなと思うんですけど、この福知城に、まあ、いわゆる戦闘向けの強力な武将が少ないので、ここにちょっとまずは戦闘向けの武将を入れていきたいなというふうに思ってます。で、戦闘向けの武将誰がいるかっていうとちょっと微妙なんだけど、戦闘向けの武将、まあ、丹羽長秀だけではちょっと荷が重いので、まずは松永久秀だよね。まあ、戦闘力が高いと言われかと言われると微妙ですけどね。あとは半兵衛は手元に残しておきたいからな、横山で。さらに丹羽長秀だけではちょっと足りないので、前田刑事ですね、僕の大好きな刑事、まあ、このあたりプラス、あとは常ちゃん、浅野壇上長政、まあ、この辺りも加えておけばそれなりの数は揃うんじゃないかなと思います。で、商人からは鉄砲を買っておきましょう。うわ、鉄砲高いな、やめよう。鉄砲買うぐらいだったら軍馬を買った方がいいね。であとは計略だね、内容、まあ、前回光秀に裏切られてるんで、まあ、まずは光秀を引き抜き返したいよね。引き抜き返し、明智をなんとか引き抜きたいところなんだけどな。じゃあ引き抜き、いけそうな人間がいれば引き抜いていこう。何、ちょっと待ってくれ、光秀マジか。よくぞ戻ってこれたな、逆に光秀は。まあ、ただ光秀引き抜けたのはでかいな。光秀敵として参戦するだけでものすごく強いんで、あとはこの藤鷹なんだよな。藤鷹、藤鷹もめちゃくちゃ強力なんで、藤鷹もなんとかしておきたいのと、総合もなんとかしておきたいんだけどね。引き抜き聞く、荒木村重、いや明智秀光だな。秀光に対しては三井で行ってこい。よし、三井でで秀光を引き抜いたでしょ。あとは総合をなんとか引きつきたいんだけどな。荒木村重、荒木村重は信長自ら行ってどう。ダメか、なんとか
引き抜きたいんだけどな。秀吉の最後ね、おとぎ衆になったぐらいなんで、ダメか。できるだけ戦力は削りたいんだけどね。足だもん。勢力広げてるな。おっと、今川ん家康が食ったか。これはこちらとしても信長としてもね、あんまりもたもたはしてられないな。御所の破壊をじゃあガリガリやっていく。で、引き抜きは和田足利の家臣。これ義明派遣したらどうかなったんじゃないの。まあ、もう今となっては義明使っちゃったんでいないけど。だったら次のターン義明を使うとして、もう1ターンはここで破壊工作もしくは引き抜きに使っていく。兵の数ニーズしてきてるんで、次のターンで義明を使って引き抜きをかけて、その後に一気に合戦を仕掛けていきましょう。なので内容で、戦闘しない武将、まあ光秀だな。光秀もちょっとね、戦闘には参加させられない、怖すぎて。引き抜きはいけない。横山は使うかな、秀などかな。で、引き抜きで、和田。ここへ義明を派遣する。まあ、義明でもダメか。それだったら、ここまでだな。合戦を挑もう。まず、信長が2000。勝家が、これ、どう？両馬にできない？いや、できないか。そしたら、信長は両馬にしてしまって、よし。で、一松。半兵衛。久秀。森吉成。森吉成解体して、あと松永久秀も解体だな。ちょっと怖い。あと戦闘向きの武将で言うと、あれ、まだ、丹羽長秀の元に移動できてないのか。で、さらに、戦闘向きの武将で言うと、一松、刑事、コロクって出したよね。あとは、こっからかな。統率の順で言うと、いやー、どうだ、横山来ないかな。ちょっと、兵の数が少ないから、やっぱ久秀になっちゃうよね。この久秀を入れたことが吉と出るか凶と出るか、これは本当にわからないな。さて、敵を分断はしてるんで、まずは孤独の部隊、いや違うな、ここは刑事の部隊を本陣に入れよう。あとは敵を格好撃破だな。まあ、1体これが迫ってきてるんで、これを撃破する後期になればいい。
戦。前進。前進。進め。進め。は。前進。押し出せ。進め。進め。前進。お任せくだされ。お任せくだされ。敵援軍出現。よし、敵の援軍が出てきたな。これは誰だ。森田長軍か。これ格好撃破していこう。よし、壊滅いたしました。そしたら一旦兵を収容して回復しよう。敵は出てこないか。恩人をガラ空きにするわけにはいかないとはいえ、恩人を攻めるか。どっちから攻めるかだな。一旦ただ A は進めよう。敵が釣られて動いたな。よし、兵を返そう。学校撃破のチャンス。細川藤高隊は帰っていくね。攻撃。進め。かかれ。敵部隊壊滅。ちょっと待ってね。で、一方こっち側は本陣を攻められてるね。お任せくだされ。いや、砦は取り返していいよ。むしろこれで敵を連れ出せる。連れ出せるぞ。よし、悪い展開じゃない。砦を餌にできたって考えれば全然いいですね。三好の本陣は帰っていくか。見ているよ。左近もいるな。
任せくだされ。味方部隊壊滅。攻撃。攻撃。さあどうなる？お任せくだされ。ちょっと分が悪いな。見ている。よし、敵部隊壊滅いたしました。そしたら一と本陣に引こう。進め。前進。進め。放て。放て。行くぞ。行くぞ。かかれ。どうした、カズマス。戻ってこい。カズマスが戻ってこれないか。改造したね。進め。攻撃。進め。どうする？三好の本体はちょっとほど遠いから健康一滴。藤高の部隊か本陣に一度引くか。本陣に一度引くか。本陣に戻ろう。死の舞台が出てきている。出ているけど、これを撃破するのはちょっと難しいかな。一度本陣に部隊を引き上げよう。進め。砦が占拠されました。まあいい、砦の占拠はいいよ。秀吉を連れてこなかったのが、いや、秀吉が壊滅したのが痛手だな。藤高の部隊だけでも叩き潰したいけどな。お任せください。
で今鳥居の部隊叩く後期辛い戦いだな。前半は勝ったものの後半は完全に防御に回ってるね。豊潮、左近か。左近をね、左近を左近を左近をどうするか、解放しよう。細川春元、これは投与する。小作り、これも投与する。攻略できなかったな。さて、そうすると再び引き抜きだな。義明そもそも何、捕まってさ三好の配下になったの今、何それって感じだけど、マジで意味わからないな義明のやってること。そしたら再び軍事行動に移ろう。五将の硬いんだよな。そうすると今度こそ五将狙う。敵の数8600か。そうすると、普通に考えたら敵をおびき出そう。打ち壊せ。止め蔵もろもろ。やっぱり信長のところにみんなやってくるね。前進。信長のところにおびき寄せて一網打尽にしていこう。一兵たりとも取り逃すなよ。打ちまくろう。お任せあれ。撃て撃て。放て。撃て撃て。そして信長も出陣。完全に包囲したね。で逃げ出す部隊はとどめを確実に刺してってね。撃て撃て。
任せくだされ。敵部隊壊滅。撃て撃て。逃がすなよ、左近を。逃がしたか。まあしょうがないね。お任せくだされ。はっ。敵部隊壊滅いたしました。左近を逃がしても残りの部隊は逃がさない。敵部隊壊滅。はっ。敵部隊壊滅。押し出せ。撃てお任せくだされ。はは。そしたら信長は一度本陣に返して、あとは順次門を破壊して回ろう。もうね、数は多くないんで、しっかりと兵を進めていけば十分に勝てるかなってとこですね。かしこまりました。はっ。打ち壊せ。打ち壊せ。攻撃。信長も進んでいきましょう。よし、そしたら一気に本丸へと兵を進めます。かかれ。最後は敵の館、これを攻略して終わりですね。桐山御所を攻略、光秀も奪還で、無用な秀明は、ごめんなさい、義明は三好になすりつけることに成功したということで、まあ、結果的に御の字ですね、全てが。というわけで、次回は再びどうでしょうね、北畠を滅ぼすのか、あるいは三好、これを攻略するのか、ちょっと難しいところだと思うんですけど、まあ、順番で言うと北畠が先かなというふうには思うので、北畠を攻略して、三好に再び標的を定めていければいいかなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。